fort. Non. Yo. わかった。テリオン、それで、
なんだ。ああ。なんだと？なるほど。うるせえ！野郎ども！覚悟はいい。ここまでは追ってこないはず。どうした？当たり前です。それが老いるということです。若者には想像もつかないでしょうが、老いれば肉体も精神も衰えるのです。俺にこの腕輪をはめた時には全く年を感じさせなかったかな。あれは身につけた技というやつです。その技も衰えつつありますが。どこで覚えた、そんな技？いや、言わなくてもいい。盗賊の技だな。その通りです。あの屋敷の警備についてもだ。盗賊家業の経験があるなら説明はつく。盗みに入る側の心理というものを知り尽くしたものだった。やはり気がついておいででしたか。では少しばかり老人の思い出話にお付き合いください。私が先代様と出会ったのはお嬢様がお生まれになる前のことです。あの頃の私はちょうど今のあなたと同じでした。この世に盗めないものはない、そう自負しておりました。それがなぜレイバース家の執事をしている？あなたと同じですよ。お屋敷に忍び込んでみたものの、見事に捕らえられてしまったのです。先代様は捕らえた私に取引を持ちかけてきました。
衛兵に突き出さない代わりに一つ願いを聞いてほしいと。龍石を守ることになる我が子をどうか助けてやってくれとね。それを律儀に守っているということか。腕に自信があればあるほどしくじった時の屈辱は大きいものです。あなたもそうだったはずです。その通りだ。この腕輪を見るたびに思い出す。あんたにしてやられたとな。私も同じですよ。盗賊家業から足を洗うしかなかった。盗み先で情けをかけられたとあっては。そうか。ですがあの屋敷で盗賊の誇り以上に大切なことを教わりました。あんたほどの盗賊が。ええ、人から信じてもらうこと、そして人を信じることの尊さを。それはあなたも聞いたでしょう、お嬢様の過去。この世のすべてが敵、そう思い込み誰も寄せつけようとしなかった。ですが日々の積み重ねがお嬢様を変えていきました。積み重ね。ええ、私を信じてもらうためにお嬢様を信じることを続けたのです。裏切られたことで負った心の傷は信じることでしか癒せないのですよ。それを知るからこそお嬢様はあなたを信じているのです。かつて自分がそうされたようにか。はあ、さて昔話はこれぐらいにいたしましょう。ダリウスという盗賊から奪われた龍石を取り戻さねばなりません。そうだな。私はもう老いてしまった。ここからはあなたにお任せいたします。あなたを信じていますよ。ああ、任せておけ。行ってくる。ダリウスのアジトを見つけ出す。きっとどこかに手がかりがあるはずだ。テリオン。
ほう。なるほど。おい。お？ええ。お？は？なるほど。ほう。待て。よし。てめえら。おい。何？は？なる。何？さて、
待て。おう、てめえら。ほうほう、申し訳ありません。ほうほう、わかりやした。テリオン君、授業はこれで終わりだ。
出そうか。あっ、マレフィックよ、やせ！幸運の風を吹き荒れよ。さて、
この程度では不合格。なめんなよ。ざっとこんなもんよ。冒険の騎士、押してまい。また一つ強くなる。感謝する。授業の時間だ。ほらよ。戦いの準備はできているよ。なかなか勘が。あるでいくつ。大した強さだ。合格点。見つけた。だがダリウスはなぜ流石を狙う。ただの宝石ではないのか。そいつはな、俺が大きな力を得るために必要なものだ。ダリウス。よう、テリオ、まだまだ元気そうじゃねえか。まさか本当に乗り込んでくるとはな。この腕輪を外すため
最初はそうだった。だが今は違う。ほう。ならなんだ。気に入らねえ目だ。ウェルスプリングじゃもう人は信じないって目だったのによ。それがなんだ？信じられたからだ。無駄無駄。また裏切られるだけだ。かもしれないな。そうだと思う。人なんて信じてどうする。他人なんて金や権力をちらつかせて、俺はそうやって生きてきた。お前を利用したようにな。そうか。だがなダリウス、そういう生き方が寂しい生き方。そんなものはザレ事だ。まあそうだ。だが俺はそんな罪悪を本気で信じてみたくなったのさ。覚悟はいいか。その程度か。なかなか考えがいがある。エレメントブレイクロット。ここからが本番だ。来るがいい。上がってきな。ベネフィックよ、癒やせ。よっしゃ。優勢よ、魔法の技を。そう。さてと、日輪よ、称賛の光よ。なかなか考えられない。エレメントブレイクロット。はい。その程度。行くぞ。エレメントブレイクロット。そうだ。はい。
上がってきな。流星よ、魔法の技を。ここからが本番だ。ここからが本番だ。覚悟はいいか、ゴム賞ウィンヒルドよ。さて、どうしようか。待て、集中していこう。アルデイグス、ゼー、ほらよ。覚悟はいいか。使わせてもらう。覚悟はいいか、ゴム賞ウィンヒルドよ。これで終わりか。俺の負けか。ダリウス、兄弟よ、お前は何が欲しかったんだ。俺を裏切って手に入れられたのか。何を言うかと思えばくだらない。俺は成り上がる。何を利用したって誰も信じられなくてもいい。ただ成り上がって俺を見下した連中を。俺は金さえあればどこから町で出直すことができる。おい、そこのお前たち。これも全部俺のものだ。金が欲しいからあんたについてきただけだ。そうそう、違うのはガーレスくらいなもんだ。見ろよこの金、一生遊んで暮らせるぜ。レッカー
け。くそ。今日だ。年寄りの冷や水とはよく言ったものですな。あのような無理はもういたしません。ヒースコートもよく無事で。心配をおかけして申し訳ございません。まったくだ、心配させやがって。なんでもない。それよりも、ほら、流石だ。もう盗まれるんじゃないぞ。ありがとうございます。これで終わりですね。私が腕輪を外しましょう。鍵は必要はありません。え、もう外してありますので。そのようだな。でも一度お嬢様が提案なされた時に私めがこっそりと。それよりもコーデリア、その流石はただの宝石ではないのか。ダリウスは大きな力を得られると言っていたが。それは私からお話ししましょう。この4つの流石はフィニスの門を開くための鍵と言われております。フィニスの門、もし開けば世界のありようが大きく変わる、そう伝承では歌われています。あなたからすればおとぎ話に聞こえるでしょうが。ダリウスはそのおとぎ話を信じ、ダリウスがあれだけの数の盗賊を率いることができたのも流石の力か。ありません。しかしフィニスの門が実在するかどうかはさておき、レイバース家はこの流石を代々守ってきたのです。雲をつかむような話だな。だが俺にはもう関わりのないことだ。そうでございますね。もうあなたは自由の身ですから。もう何の関わりもないはずだ。それともまだ何かやらせる気なのか。あのそうではなく。お嬢様はあなたを見送りに来たのですよ。律儀なことだな。そんなことはありません。お礼を申し上げる前に出て行ってしまわれるんですから。
では、改めまして。当家の家宝を取り戻していただき、本当にありがとうございました。礼はいらない。取引としてやったまでだ。でも、助けていただいたことは事実です。そうか。それで、テリオンさんは、これからどちらへ？さあな、まだ決めてはいない。当てのない旅、ということですか。ま、そういうことだ。わかりました。では、旅のご無事をお祈りしています。私たちはこれにて。コーデリア。